ただそこにはね、4番の末金選手が覚醒しているというのも大前提になりますんで。はい、お疲れ様です。11月25日本日のカープ KT です。今回もご視聴ありがとうございます。今日はですね、久しぶりにこの明るい時間帯に動画の撮影の方を行っております。はい、お昼お仕事をお休みいただきまして、紅葉の方を楽しんできました。家族3人で愛知県が誇ります紅葉スポット、高蘭渓というところに行ってきました。まあ、そちらのね、様子も動画の最後にスライドショー形式で載せておきますんで、ぜひそちらもね、楽しんでいただけたらいいかなというふうに思います。まあ、自分のね、ちょっと写真テクニックでその魅力がね、伝えきれるかわかんないんですけども、まあ、愛知県にはね、こういうスポットあるんだよといったところはね、見ていただけるといいかなというふうに思います。はい、というわけで、本日はですね、ドンということで、まあ、昨日の動画の続きになりまして、昨日の動画まだチェックされてない方いましたら、カードも貼っておきますんで、そちらでね、あと概要欄にも、URL 貼っておきますんで、そちらでね、チェックしていただきたいんですけども、2023年、カープのスタメン考えてみたといったね、動画をやっていきたいと思います。昨日10個考えたうちの、3つを昨日の動画で喋っていまして、今日は残りの7つね、自分の熱い思いを喋っていきたいというふうに思いますので、最後までお付き合いの方よろしくお願いいたします。はい、というわけで、こちらのチャンネルは言わずと知れた広島カープ応援チャンネルとなっておりますので、カープファンの方、そしてプロ野球ファンの方、またはですね、プロ野球に興味持ち始めたけどどこの球団応援しようといった方いましたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。オフにはオフの楽しみ方があるということで、カープの魅力をね、少しでも伝えていけたらいいかなというふうに思いますんで、ぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけで、本題に入る前なんですけども、昨日ですね、の記事になるんですけども、ドラフト6位の、長谷部さんですね、銀次さん、はい、トヨタ自動車から、契約、を結んだというふうになっております。まあ、こちらの、まあ、先ほどね、高蘭渓なんですけども、高蘭渓もトヨタ市というところにあるんですけども、まあ、長谷部さんもね、トヨタ自動車ということで、ちょっとね、つながりはあるのかなというふうに思うんですけども、まあ、契約金等はまあちょっと置いときまして、新井さんの印象について喋っていまして、まあ、同じね、ドラフト6位で、猛練習努力で日本を代表する選手になったと、聞いている、僕も6位から這い上がってチームの中心になれるようにというふうにね、意気込みを語ってくれました。はい、まあ、トヨタ自動車からね、プロに行くんで、下位から行くっていうね、結構勇気いるのかなというふうには思うんですけども、まあ、生活をね、考えたら、トヨタ自動車でね、ずっと、定年まで働いた方が安定はすると思うんですけども、まあ、ドラフト当日のね、様子とか見てます。本当にね、カープに指名されたことを喜んで、めちゃくちゃ意気込んでいましたんで、まあ、愛知県のね、企業から行くっていうところもありまして、ちょっとね、気にしはしていたんですけども、様子を見ますと、本当にね、1年目からしっかり活躍できるというふうに信じておりますんで、長谷部さん、ぜひ頑張ってください。よろしくお願いいたします。まあ、他のところでいきますと、今日ウエスタン、昨日かな、ウエスタンの表彰式ありまして、森さんがね、優秀選手に、輝いたということなので、まあ、来年はね、ぜひ1軍で、最優秀新人賞、取っていただけたらいいかなというふうに思いますので、森投手も頑張ってください。左腕がね、本当に豊富になってきましたね。はい、というわけで、すいません、前置き以上にしまして、本題の方入っていきたいと思います。こちらはまずね、昨日の振り返りですね。はい、ということで、2つのオーダー並べております。こちらはですね、今年継承型ということで、まあ、1番から6番までは一緒の形になっておりまして、まあ、坂倉さんキャッチャーに専念するということで、相澤さん含めて、6番、7番でね、キャッチャーが入ってくるのかなというふうになっています。で、さらにサードが空くということで、まあ、サードの今、現段階での候補は、まあ、二俣さん、林さん、デビッドソンさんが濃厚かなということで、まあ、そのね、3人の成長具合、使えるか使えないか具合を見て、どこに当てはめるか、6番に当てはまるのか、8番に落とすのかといったのが、この2022年継承型というふうに書かさせていただきました。はい、でただね、この3人の候補がいるという中で1人忘れちゃいけないというのがやっぱりね、上本さんということで、上本さんが、仮にレギュラー掴んだ場合は、2番に入ってほしいなというふうに思っています。はい、で菊池さんがね、それによって6番にいるんですけども、これは降格という意味ではなくて、攻撃のバリエーションを増やすために菊池さんに6番に入っていただきたいというのが自分の希望で、6番に入れております。この後ね、何パターンかオーダー出すんですけど、菊池さんのね、6番っていうのは結構多い形になっております。エンドランもできるし、繋いでほしいときは繋いでほしいし、自由に打つときはね、ロングも狙ってほしいといった形で、6番にね、自由に打たす方がいいのかなというふうで、まあ、2番に入れてしまいますと、作戦といった面がバントにね、ちょっと偏ってしまうということで、菊池選手のこのね、いろんなことやれる作戦がありますと、2番で収まるのはちょっとね、もったいないかなという意味で、まあ、打席数は少なくなってしまうんですけども、6番が向いているのかなという思いで、このようにしました。はい、以上が昨日の考えになりまして、早速ね、新しいところ行きたいと思います。ドンということで、こちらですね、小園さん育成型という形で書かさせていただきました。
はい、ここもですね菊池選手を6番に入れております。で小園さんをね8番から2番に上げて桜さんを1個落としたという形になるんですけども、まあ、いつまでもね2番菊池さんに頼っていても良くない、上本さんに頼っていても良くないという意味から小園さんを2番に入れました。で将来的にはね3番に入っていただくのがねいいのかなというふうに思っているんですけど、まあ、かつやね、前田智則さんらへんもね、2番で成長して、最終的に3番で、主役をね、主軸を張っていったという経緯もありますんで、まずは2番に入っていただいて、小園、秋山さんだったり、菊池選手がね、ちょっと年齢的に、厳しくなってきた頃にはね、クリーンナップ軸になってくれればいいかなという意味で、もう2番でね、いろんな、ことをね、吸収していってほしいなというふうに思います。まあ、現段階では小技もね、決して上手くないですし、バントもね、絶対に決めるという印象もないんですけども、ここでね、しっかり揉まれて、まだ先輩方にねカバーしていただける段階で、成長していってほしいなというメッセージを込めた、この小園の育成型という形になっております。まあ、ここにね矢野選手が食い込んできてくれるのも全然構いませんね。ニラサ選手にしてもね、はい、構いませんので、ぜひ頑張ってほしいなというふうに思います。はい、次の、いきたいと思います。ドンということで、1から3番準不動型ということで、まあ外野手ですね、レフトから西川さん、センター秋山さん、ライト野間さんといて、この3人がね、まあ、今レギュラーの、ヒットになるのかなと。まあ、他ねいろいろいます。末川さん、中村さん、大森さん、いろいろいるんですけども、まあ、今の段階ではこの3人がね、メインになってくるかなというところで、まあ、結構ね似たバッター、アベレージタイプでね似たタイプの、選手なんですけども、この3名は、はい、なのでこの3名をねうまくなんていうんですかね、シャッフルしながらね状態を見ながら、適性を見ながら使い分けるのもいいかなというので、この3人をね 1,2,3 で、使っていくのも面白いのかなというふうに思います。なのでここもね6番に菊池選手がいまして、まあ、野間さんもねまた小技あんまり上手い印象ないんで、1番が適性かもしれないんですけど、じゃあ2番誰かって、攻撃的に秋山さんとかね西川さん入れて、西川さんと秋山さんね、これ 2,3 逆でも面白いですし、そういった意味でねこの3人はうまいことねシャッフルさせて、使うのもいいのかなというふうに思います。まあ、かつてのね、ワールドカップ今ありますんで、例えますと小野さん、稲本さん、中田さん、中村さん、ですけどなんとかな、中盤のね4人スペシャルが揃っている中で、もう自由にねそこはポジションを変えながら頑張ってくれといったこともありましたね。まあ、それにね、なぞらえまして3人ね10不動で、回すのも面白いのかなという、オーダーになっております。はい、ここまでがね結構オーソドックスといいますかね、考えとしてはあるかなというふうに思うんですけども、ここからまたね、期待型いきたいと思います。ドンということで、末金選手覚醒しちゃったらパターンということで、まあバファローズのね、杉本選手、ラオウ選手ですね、彼も遅咲きではあったんですけども、末金選手もね、ぼちぼちって言っても来年2年目なんですけども、もし覚醒して4番5番張れるようになったら、このような打順も面白いのかなという意味でちょっと書かさせていただきました。まあ、その際に、ライトにね入りますんで、ちょっと仮に野間選手を外して言いますけども、まあ秋山選手がね、西川選手が隙見せたら、野間さんが残って、秋山さんが外れる、西川さんが外れるというパターンがあるんですけども、まあ名前だけはちょっと野間さん外しているんで、そこはあまり深い意味はないです。ただ末金選手が外野のレギュラー争い勝ち取った場合はね、4番か5番に入ってほしいという意味でこの AB で組まさせていただきました。はい、なので5番にまあ入ってくれるのもいいですし、4番にね入ってくれるのもいいかなということで、このような打順になっていまして、まあやっぱりね今年デビッドソンさん取りましたけども、ホームランをね30本ぐらい、打ってくれると本当はね打線としては厚みが出るんですけども、仮にねそれが叶わなかったとかね、いう場合もありますんで、末金選手和製のねやっぱり大砲がね育ってくれると、バンテリンでプロ初ホームラン僕見ましたけども、本当にえげつない打球打ちますんで、自分のお気に入りとしてここは入りさせていただきました。もう彼がね2割5分でもいいんで30本ぐらい打って打点100ぐらいね、稼ぐような時代が来ましたら、もうカープのね順位はガッと上がると思いますんで、ぜひ覚醒を期待したいというふうに思います。はい、では次行きたいと思います。まあ、ここまでのね、まあ、これもそうなんですけども、9番あえてねピッチャーのとこ抜けてるんですけども、一応枠としてはねあるというのはね、これあえての意図的なもんで、この次のやついきます。ドンということで、ラミレス監督型というので、もうあえてね8番にピッチャーを入れるパターンですね。ただこれはねもう森下投手ありきになってしまうんですけども、森下投手が投げる時だけは8番にねピッチャー入れまして、9番に小園さんというのも面白いのかなというふうに考えてみましたが、いかがでしょうか。はい、ラミレス監督だったらねやりそうだなという意味で、まあ、特に深い意味はないですね。まあこのね9番からまた1番につながるね、小園さんから野間さんにつながっていくっていうのも面白いと思いますんで、で坂倉さんの後に森下さんがいるというので、森下さんがね、ぜひ打点を稼いでくれるというのも想像したところですね。まあ、床田さんでも、まあ、この打順可能かな。大瀬良さんもいい時だったらね打つんでいいんですけど、栗さんはちょっとダメですね。まあ、一生懸命ね、ピッチャーに球数投げさせることはできるんですけども、あまりヒットは期待できないんで、栗さんの場合は、はい、ちょっとダメになっております。
はい、ここはね、まあちょっと、バラエティ飛んじゃいまして、もう一個、そのまま外国人監督つながりで、いきますと、もうこれはね、我らがマーティ・ブラウン監督ですね。はい、彼が監督だったらもう2番にマクブルーム選手を入れるようなね、奇抜な発想もあるんかなというふうに思うんですけども、まあ自分の中で、マクブルーム選手2番っていうのもね、結構ありな感じで、まあ選球眼がいいということで、2番にね、マクブルーム選手いて、でバッティングもね、たまに2番バッターかというようなね、あの、軽打をしてくれることもありますんで、で結構面白いなというふうに思います。なので、先ほどのね、準不動型で2番攻撃的で秋山さんとか、西川さんとかいう入れるのと同じような考え方で2番に、ね、攻撃的な選手を入れて、まあ、1番ねこれは秋山さんになってますけども野間さんでも構いません。はい、出塁したら盗塁を匂わせながら、マクブルー選手にね、比較的速い、球を待ちながら、狙ってもらうというのもで相手のバッテリーが隙を見せたら当然ね1番バッター先頭で出塁した、秋山さん野間さんにスタートしてもらうというのもねイメージしながらこの打順を組みました。ただそこにはね、4番の末金選手が覚醒しているというのも大前提になりますんで、こちらはねなかなか実現は難しいとは思うんですけども、こういう打順組めたら結構相手も嫌だかなというふうに思いますんで、いかがでしょうか。はい、そして最後いきたいと思います。こちらねちょっと来年2023と言いながらね近未来型ということでドーンということで出しました。まあ、あのこの後ねメンバーどうなるかは分かりませんけども、まあ菊池さんだったりね秋山さんとかね野間さんもどうなるか分かりませんと、で外国人選手もどうなるか分かりませんということで、ちょっとねあえて、若めの年齢で準日本人で組んでみました。はい、1番に大森さんもしくは中村健人選手がね入っていただくと、俊足で、ヒットを打てる、人が入っていただいて、2番にまあこれねうるさ選手もね当然入っていただくとも、いいと思いますし、2番葉月さんがや韮澤さんがね菊池選手の後釜として、育ってきましたらぜひね2番任したいなというふうに思います。そして先ほど、2番で成長しました小園選手を3番に据えるということでね、ここも 1,2,3 全員ね足もありますし面白い打順かなというふうに思います。そして何よりも私すみませんお気に入りの末金選手が4番にドーンと座っていただいて、ここはですね先ほど2割5分でいいと言ったんですけども、もうこの頃には、2割8分9分打ってもらってホームランもね30から40打ってもらうといった形でね4番にドーンと座ってほしいなというふうに思います。そして5番のところに田村さんだったりね木下選手がね座っていただいて、6番二俣選手内田選手ここでね、まだ、プロに入ってもいない内田選手をね名前入れさせていただきました。まあこのね5、6はね全然逆でも構いませんし、この辺のね4人で、下の7番の林選手も含めて、争っていただけるといいかなというふうに思います。はい、まあ、このね5、6、7逆にね準不動の5、6、7というふうになっていまして、なんとなんと、坂倉選手がねそんな、後輩たちに、押し出される形で8番まで落ちるというようなことがありましたら非常にね面白い打線になるのかなというふうに思いまして、期待を込めまして近未来型といった形で入れさせていただきました。そして9番はねもうなんといってもドライチで入りました斉藤優太投手といったところね書かさせていただいたんですけども、まあこのメンバーでね、仮に行くことがありましたらね、まだまだ森下さんやね床田さんもねエース級として残っている、世代だと思いますんで、まあこの後ねまた来年のドラフトだったり外国人だったりといったところでね全然ここはね実現するとは思わないんですけども、ちょっと未来を考えた打線はこんな感じかなというふうで、やってみました。妄想ですね。はい、お付き合いありがとうございます。はい、といったところで、2023年、オーダーを考えてみたといった動画、2日間にわたって、配信させていただきました。いかがでしょうか。皆さんのね、お気に入り、これは面白いね、といったものがありましたら、何が型と、タイトルの方を付けさせていただきましたんで、ぜひね、そちらで教えていただけると嬉しいです。また皆さんもね、こういう方もあるんじゃないといったところで、ご意見ありましたらコメント欄で残していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、というわけで本日も最後までお付き合いの方ありがとうございました。この後ですね、冒頭でもお話ししました、高ラン系の、スライドショー、見ながらお別れとしたいと思いますんで、ありがとうございました。バイバイ。高ラン系、いってるっしょ。